どうもたまにしか上がらない放送後期本当よねちょっとねすいません皆さんなんか痛めし屋でねあるじゃないですか、はい、気まぐれシェフの <laughs> なんかそういうのにかぶれてんじゃないのかとうちのプロデューサーは <laughs> 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 すげえ悪そうな顔してる <laughs> <laughs> すいませんね皆さん これは上がることを祈ります。今言いましょうね。皆さんいろいろと事情あると思いますけど。はい。だからフジロック言ってたみたいですよ。うちのこの担当番組のね、担当プロデューサーはね、放送高級を上げるという。まあいわゆる余裕を押し落とすよ。このままだとこれ上げられない。皆さんで低い声で言って。

大丈夫。一昨日なんてもう不可能。<laughs> あ、昨日はチヂミを食べたでしょチヂミだけ。うん、あの母が大好きなので、私がエビが好きで、エビを。一昨日は金曜日。そうです、違う。違うよ。木曜日だよ。<laughs> 今日土曜日だもん。大丈夫か。か今では覚えてないか。うん。覚えてますか、落合さん。あの、すごい思い出せば覚えてる。<laughs> あ、そう。おと。 と誰かと食べたとかだとねそれで思い出せたりするそう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 。う一昨日はだってあのパーティーだったからあうそうそうそう貝をたくさん食べるパーティーだったらあらいいですねそうそうそうほらいいす,ねすぐ思い出せ、うん、<laughs> どうしようでもジェイランさんってさなんかすごいさ <laughs> 変な頼み方しますよね焼肉屋さんに行っってていいきなり冷麺う人ですからね <laughs> あれ違いますか違うよ <laughs> 違うだろうそんなにねお肉はあんまりそんなに興味がないでも皆さんが食べたやつちょっと匂いに誘われて食べたくなるんですけど、うん、韓国料理屋さんっていったらまず冷麺だからそれ締めなんだってだあと<え>おうどん韓国のうどんもう麺おう麺「麺<ン><ン>ッツアップ麺」みたいな <laughs> そんな感じそんな感じあのね韓国のまたおうどんがいいのよねちょっと透き通った日本のとはちょっとまた違うあれ美味しいですよねじゃあイタリアンに行ったらまず何頼むの アタリアンに行ったらこの間だってみんなで行った時リゾットって言ったもんね一番最初に <laughs> しかもあれ気づいたらフレンチレストランでしたよねまあ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 ちょっと、うん、間違えちゃったうーんほんとだ炭水化物最初に申し訳ないですすいません、うん、気をつけますあの例えば男性とデート行った時とかは任せるの <laughs> いややっぱのの好きなものをって言われるって言われてもう頑張ってメニューよろしくお願いでレメンって言うの <laughs> 韓国料理屋さんにでもデートであんまり行かないですか行くかどう,うどういうところ行くの焼肉はだって少し仲良くなってからじゃないとなんあ、その手前の,のイメージがありますけどあ、そうなんだで例えばじゃあイタリアンイタリアンなんでしょうその時におりますちゃんとでもおすまししてるかもデートだったら <laughs> っおすまし <laughs> さっきからなんかお夕飯とかさ、うん、<laughs> おすましとかさあれですけれどえ、え、はい、えー。まあまあまあいいと思いますけれど デート夏の恋したいんでしょ千合さん <laughs> 夏はねいくらでも何回でも毎日新たな恋を求めるねそう、うん、夏が一番元気いっぱいですもんね千合さんはねそうなんです夏が大好きでうう <laughs> ずっと夏でいいのにいやゃだなそれちょっと暑いねいやもうもう8月になってる時点でちょっとブルーだもんもうもうすぐ終わっちゃうってう終わっちゃうあと二週間も経ったら海にクラゲが出てくる <laughs> そうなんだ。あ、節目みたいな。夏休み中の男の子か。夏休みですね、がれ年っはい。そうか。はい、じゃあ、ちょっと残念、もう8月に入っちゃって。そう、8月、だから、もう本当頑張らないと。<laughs> 何を。え、夏を楽しみ切らないと。なんかしました。夏らしいこと。海とか行ってます。あ、全然。あ、バテたんだよね。<う> <laughs> 倒れたんでしょ今週、そう。ちょっとね。びっくりしました、自分でも。大人になって。 初めて貧血起こしました夏バテではいたくさん水分を取ってくださいね皆さんね本当に皆さん頑張りましょう夏早く終われえぇいいよもう今日はおしまいみんな公開収録ぜひねお越しください暑いですけど熱いですけどね水分いっぱいお願いしますはい以上